私の名前は水木。第二子を出産したばかりの兼業主婦で、今は育休中だよ。今日はありがたいことに、実母が赤ちゃんを見てくれることになってね。本当に久しぶりにみんなでランチに行くことになったんだけど、近所の迷惑ママエリさんにこのことがバレちゃったみたいなんだ。水木さんってば水臭いんだから。ねえ、どこにいるの？私も一緒に行きたいな。エリさん、何の話？しらばっくれても無駄だよ。だってみんなでランチに行くんでしょ？楽しみだな。私ママ友ランチとかそういうの全然参加したことないの。ねえ、みんなはどこでランチしてるの？何の話？だからしらばっくれても無駄だって言ってるじゃん。さっき公園でママさんたちが話してるの聞いちゃったんだ。水木さんが久しぶりにランチに参加するって。で、今日なんでしょ？よかった。私も参加するね。ランチはあるけど、エリさんは誘われてないよ。え？悪いけど今日はみんないろいろ話があるの。何それ、ひどい。え、ひどい。私をハブにするってことだよね。ママたちがそんなことしちゃっていいの？いけないんだ、いけないんだ。あのね、親しい間柄の人間だけで話したいことくらいあるでしょ。それに学校のクラスじゃないんだから、変な言い方やめてよ。じゃあお金ちょうだい。お金？そう、ランチ代3000円くらいはもらわないとね。だって私一人でランチすることになるでしょ。私お金もないし、てか財布もないから。あの、何？エリさん今外にいるんだよね。そうだけど。お財布持ってないの？家に置いてきちゃったの。なのにランチに来るとか言ってたの？そもそも無理でしょ。お財布がないのにどうやってランチ食べるの？どの道誘ってないけどさ。ひどい。だって私お財布忘れちゃったんだよ。普通みんなでおごってくれるものでしょ。ほら、10人がそれぞれ300円ずつおごってくれれば、私は3000円のランチが食べられるし。家に帰って家で一人で食べれば。あのね、お金のことでだらしない人とランチとか無理だから。なんでそんなこと言うの？ひどいよ水木さん。ああ、水木さんの旦那さんに言っちゃおうかな。水木さんってこうやってママ友に意地悪してますよって。ご自由にどうぞ。いいのかな、旦那さん水木さんのこと嫌いになると思うけど。話したこともない赤の他人を信じるような人じゃないし、というかいい加減しつこいよ。ここまではっきり断られてるのに、なんで諦めないのかな。私は絶対に諦めないから。ランチって一人で好きなお店に行ったり、好きな人たちと一緒に同じ時間を過ごすからこそ楽しいのであって、ここまで拒否されているのになんで一緒に行きたがるんだか、私にはさっぱりわからないね。でもエリさん全然諦めないんだよ。他に一緒にランチに行く予定のママ友たちがいるんだけど、その人たちにもしつこく LINE をしているみたい。この人私よりずっと年上で、人によっては高圧的なんだよね。もうこうなったら。ねえ、意地悪しないでってば。私聞いたよ、混雑を避けて13時からランチなんでしょ。もう始まっちゃうじゃん。私もママ友ランチ会に参加するから、早く場所教えてよ。お財布忘れちゃったから、3000円分くらいみんなでおごってね。来れるものなら来てみな。え、なんだ、ついに諦めてくれたんだ。何食べようかな、超楽しみ。今日は居酒屋ランチをすることにしたの。最近の居酒屋さんってランチやってるところ多いもんね。フレンチとかイタリアンとかじゃないの？居酒屋シュラハチのランチだよ。え、私たちはもうお店に入って注文したから、来れるものならどうぞ。別に同じお店に来ること自体は私たちが止められることでもないし。でもそこって。それにお支払いならエリさんの旦那さんがしてくれるから、3000円でも5000円でもいくらでも食べればいいんじゃない？やっぱり。なんでうちの夫がやってる店に行くの？こんなの嫌がらせでしょ。なんで嫌がらせになるの？シュラハチはママ界隈でも人気のお店だよ。スープ飲み放題だし、このスープが美味しいって噂なんだよね。私たちは初めて来たんだけど、噂通り美味しいね。夫からめっちゃ LINE 来てる。夫に何か言ったの？奥さんがしつこいんで何とかしてくれって言ったよ。なんでそんなこと言っちゃうのよ。だってみんな困ってたし、私のところにはそこまで連投はしなかったけどさ、他のママさんには嫌がらせでスタンプ連投したりしてたでしょ。おい、早くしろ。お前調子に乗るな。こういう LINE も送ったりしてたよね。それは。人見て LINE の内容変えてるの？ずる賢いし、なんか気持ち悪い。そ
そこまで言わなくていいでしょ。ま、とにかく私たちは修羅八でランチするから。というか、お店手伝わないの？めんどいもん。あっそ、たかり屋のエリさんなんだけど、実は旦那さんは居酒屋の経営者なんだ。ランチもやっているお店だから、せっかくだし修羅八に行ってみることにしたんだよ。で、しつこいし、人によってはかなりひどい LINE が来ていたから、旦那さんに全部お話しすることにしたんだよね。普通こういうのは当人同士の問題ではあるんだけど、言ってもダメな人なら旦那さんに言うのが一番だと思うから。他のお客さんがいなかったし、店員さんに聞こえないように小声でお話をさせてもらったよ。その結果、私たちは何度も断ったんだけど、ランチを無料にしてくれたんだ。しかもお土産をごっそり持たせてくれたの。その理由というのが。3万円？私が払うの？エリに結婚前の貯金がないことは分かってる。だから店の手伝いをして払いなさい。なんであいつらが食べた分は私が払わないといけないの？エリが言ってた通りにしただけだ。ランチは3000円なんだろ。だから皆さんにはランチの他にもお土産も持って帰ってもらった。合計で1人3000円分。なんでそんなことするのよ。それはこっちのセリフだ。子供たちが店を手伝ってくれてるのにお前は何もしないで、疲れて家に帰ったら腹出して汚い家で寝てるし、しかもご近所の若いママさんたちにたかりをするって何を考えてるのよ。だって私のお小遣いは月に1万なんだよ。こんなのスマホゲームの課金とか配信者への投げ銭ですぐになくなっちゃうんだもん。でも私だってランチしたいし、旅行にも行きたいし。したいならその分自分で貯めろ。だいたい店の手伝いも家事もしない人間に小遣いを渡しているだけありがたいと思え。ひどい。専業主婦だって家庭を支えてるのよ。はあ？家事を一切やらない人間のどこが専業主婦なんだよ。子供たちの方がよっぽど主婦をしてくれてるだろう。とにかく3万円分しっかり働け。もう絶対に許さないからな。そんな。いや、修羅八のランチはすごく美味しかったよ。話題のスープもほっこりするお味だったし、私たちは気づかなかったんだけど、キッチンの奥の方ではお子さんたちも手伝いに参加していたんだってさ。お土産に持たせてくれた焼き飯とか唐揚げも美味しくて、晩ご飯に出したらうちの娘や夫も大喜びしていたよ。でも旦那さんにはちょっと申し訳ないからね。仕事関係の人たちに修羅八をおすすめしたり、あとは実家からもらった柿とかさつまいもをお店に持って行ったよ。そうしたら他のママさんもお裾分けに来ていて、みんなで笑っちゃった。エリさんはお店にいたんだけど、高校生の娘さんにお客様のために心を込めて盛り付けしてよって怒られてたっけ。1週間後。おい、これからランチタイムだぞ。どこに行ったんだ。は？だって娘たちがママが邪魔だって。そりゃみんな仕事してる時に邪魔してるからだろ。私のどこが邪魔なの。娘たちがランチの弁当を用意してくれてる間に、なんでお前はスマホ持ってキッチンに入ってくるんだよ。うちの店は仕事中にスマホで遊ぶのは禁止だ。だって娘たちがずっと怒ってて。そりゃそうだよ。仕事っていうのは仕事なんだ。ちゃんとやらないといけない。私がトイレ掃除をしたら次女がチェックしに来たんだよ。どうせこんなことだろうと思った。ちゃんとしてない。もうなんで高校生のくせに姑みたいなことしか言えないの。次女が言ってたよ。掃除前にわざとトイレットペーパーを小さくちぎって何枚かトイレの床に落としておいたって。それそのままだったって言うじゃないか。掃除してないってことだろう。だって汚いし。もういい。本当だよね。私こんなことしたくないもん。だいたい私におごってくれないママたちが悪いんだよ。お前とは離婚だ。は？離婚？もうずっと離婚について考えてた。でも仕事が忙しくて先延ばしにしてたんだよ。もういい。お前とは離婚だ。待って。離婚なんてそんなのおかしいじゃないの。おかしいのお前の方だよ。家族のために何か一つでもしてるのか。ただ金を使って寝転がってるだけだろうが。それは私だってお小遣いがないし。小遣いを減らすようになったのは何もしないからだよ。娘たちが大きくなって手伝いをしてくれるようになったら何もしなくなって、その分娘たちの小遣いを増やすのは当たり前だ。じゃあな、覚悟しておけよ。お願い、離婚だけはやめてよ。その後エリさんは実家に帰っていったよ。今は離婚の話し合いを進めているみたい。
それにしても家事もしないし店も手伝わない、自分は転がってゲームをしているだけなのに小遣いはよこせって言えるのってなかなかズーズーしいね。でもズーズーしい人じゃないとたかりなんかできないか。まあ私は久しぶりのランチだったからすごく嬉しかったよ。息子を見ていてくれた実母には感謝だね。本当にありがたい。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。